むしろ作為的な話があるんじゃないかなと思ってますよ。財務省の作為だってこれ給付が遅れたらね、2度目の給付の話出てこないじゃない。ポイントはね、天下りがあるかどうか、あとね、接待を受けてるかどうか、これですな、うん、これですね、そういうこういう観点があったら実ははるかに問題があると思うのは、金額大きい GoTo キャンペーンの方ですよ。こっちね、こっちは衆議院議員の松原議員です。今日は高橋先生にお越しいただいて、今のコロナ不況下における様々な経済支援、行政側が行っている様々な経済支援、なかなかしかしうまくいってない、このことについてお話を受けたまりたいと思います。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初にこの10万円なんですが、先生のところは来ました？もう私オンライン申請だったから早く来ましたよ。あオンライン申請すぐ出ました？5月の7日、板橋区ですからね。確か7日でやって、はい、21日に来たかな ?2 週間で。あ、お金も。うん。あ、だってオンラインだから、もうすぐ振り込みがあったっていうだけですか。あ、でもなんかオンラインも随分それ、オンライン申し込むときどれぐらい時間かかりました？5分、50分。え？だってスマホですぐできますから。あ、そう、うん、人によっては随分時間かかるんだとか言ってたけど。あれ、時間かかる人って普段使ってないんでしょうね。まあ普段使ってない人の方が多いんじゃないですか。そこがだから大問題でね、日本の政府って IT に遅れてるんだけど、だからオンライン申請したら地方の自治体の方がね、プリントアウトしてチェックしてるって聞いてね、笑いました、はっきり言えば。ああ。オンライン申請の意味がないだろうと。そうそう。紙媒体でチェックをするというのはオンラインの意味がないわけだ。ないよ。だからそんなことしてるって聞いたんだよ。わあ、笑っちゃいました、はっきり言えば。でもね、地方自治体にやらせるとこんなもんなんです、はっきり言えば。まあ、今回だから、10万円の支給でですね、まあ、私の知人も、まだ来ないぞとか、ようやく来たよとかね、こういうレベルなんですよ。遅いね、本当はスピード感が重要で、うん、今欲しいんだと。今欲しいっていう人の10万円は、その、1ヶ月後の20万円以上の価値があるかもしれない、ケースによっては。今欲しいんだっていうのが来てないっていうのがあるんですが、この10万円の支給。で、実際はまだ支給はですね、7月になるだとか、もっと遅くなるとか、いろんなことを言ってる人もいるんですが、これ、こんな遅れてる理由っていうのは、まあ、その前に高橋先生は、これを提案してますよね、この。年金定期分の住所に、政府小切手を送ると。送りつけてます。政府小切手を送ると。と政府小切手は、金融機関で必ず裏書き、まあ、自分の字で裏書きする。これで本人確認が取れると。そうです。これ一番、ね、一番簡単です。まずね、はいはい、今、地方自治体から申し込み書が来る。うん、それに返事、で、送り返す、うん。地方自治体から申し込み書が来て、送り返して、地方自治体の方が銀行口座に振り込む。こういう作業ですよね。うん、3つ作業がある、うん。これは、ただ送るだけだ。1個しかない。地方自治体は、住所に送るだけだから1個しかない。これ、地方自治体は絡むんですか、これは。絡まない。全く絡まない。つまり、すでに今は、地方自治体を、に絡んでるっていうのは、前の麻生さんがやった時の定額給付金ってやり方と全く同じなんですけどね。うん、これは十何年か前に麻生政権の時にやった話なんですよ。それを今やってるわけね。同じ全く同じなんで、全く進歩がないわけね。あの時も遅れましたか？遅れましたよ。当然のことは遅れますよ、これは。いや、遅れたことについての、いわゆる反省というか。全くなくて。そうかつなかった。全くなくて同じようにやったっていうのは、私はね、結構ね、これね、財務省の作為的な話があるんじゃないかなと思ってますよ。財務省の策だってこれ給付が遅れたらね、2度目の給付の話出てこないじゃない。ああ、もう一回10万円出せ。本当は臨時国会の中でもう一回10万円というのは早くもしくは終わってたらね、もう一回出てきても不思議じゃないでしょ。なるほど。でもね、こんなに遅れてたらね、ただ遅れてる遅れてるって話で一生懸命やってますという答弁だから、もう一回10万円の話って出てこないじゃないですか。そうすると先生はこれもしかしたらこういう、当然財務省の皆さんっていうのは先生も思いつかれたので、思いつきますよね、これ。麻生政権の時に実はこの仕組みがあるとできてたんですよ。というのはね、これだって年金定期便ってね、麻生政権って前にやってるでしょ、うん、あ、そう。ということは、麻生政権下で、うん、遅れまくった当時のお金の給付ではない、このやり方が議論としてすでに上がってきたと。あって不思議じゃないでしょ。それで、このやり方はね、実は世界標準なんですよ。世界標準、うん、どこの国も大体これなんです。
やる、最初にやるときには。要するになぜかっていうと、この政府小切手っていうの方が、実は本人確認の手間が金融機関になるし簡単だし、ただ送りっぱなしだから、はっきり言うと、すごく早いんですよ。これだと2週間ぐらいでできちゃうんですよ。これだとね。だって送るだけだもん、ただ単に。で2週間ぐらいで、でこれでみんな心配するのは、政府小切手使ってない人、使い慣れてない人たちは、実は間違って送ったらどうかって心配するでしょ、で政府小切手だから裏書きしないとできないから、本人の意思がない。誰も使えない。つまり、もらったやつがインチキに使えないと。使ったらすぐバレて、金融機関に行って書かなきゃいけないんで、すぐバレちゃうじゃないですか。なるほど。これは、こういう優れたものを、まあ、高橋先生も考えたし、まあ、頭のいい財務省の人も考えるだろうし。だって海外の例見たらみんなこれでも分かる。あ、そうせんけど、これもうちょっとイメージとしてあったとしたら、なんでそれでこんな恐れくなる。これすごいストレス。わざわざね、失敗するのが見えてるやつを、麻生政権の時に遅れたのが分かってるやつです。地方自治体にやると3度で真ん中、要するに、地方自治体が送って、住民が返送して振り込むって3回の手間なんでしょ、これ1回でできる、ね。まさに、これはじゃあ、もう1回質問聞きますが、これ財務省の、まあ、金を出したくないと。二度目のお金出したくないと。邪推かもしれませんけどね、そう思ってますよ。だってこういう案があるのにやらなかったってこと自体変じゃない。それでもうね、時間かかるのは見えてるのをわざわざやったってのが変じゃないですか。分かってましたね。でね、このね、年金定期便って実はね、やり出したのは、安倍政権からなんですよ。携帯年金って作ったんで、うんうんうん、この制度作った私なんだけどね。うん、でね、年金定期便ね。ね、はい。年金定期便はもう十何年もやってるんですよ。そうするとね、それはね、あれ、最初はね、年金定期便も5倍層ってあるんですよ。うんうん、でやっぱり年金の受給権者の人が住所変更してないのもあるんだけど、うんうん、でも送ると、届いてないって連絡必ず来るんですよ。そうするとね、もう住所変更は、その時にチェックできるから、あれを年金定期便出すことによって、ずっとそれが住所がアップデートされてるんですよ、今は。そうするとこっちの方がね、確実なんですよ。逆に言えば、この10万円の議論の時に、支給時期がいつなのかっていうことの議論をするべきでしたね。おそらくね、議論してないんですよ。10万円配るから、よし、それでいいやって。本当はその、10万円が必要な時に行かないと。今ないわけです。これだと2週間。2週間の手があって、これはね、海外もやってるから、確実、かなり確実なやり方なんですけどね。それをやんなかったってこと自体が私がすごく変に思った。やっぱり、そういった意味では、まあ、不作為の作為みたいなね、話になってくるんですよ。ちょっとこういう案があってね、ちゃんと私なんか、いろんなところで何回も出してますよ。でも、国会でこんなの取り上げてないでしょ。いや、これはね、いや、こんな遅れるとみんな思ってないですよ。麻生政権の頃の共産党政権の時も遅れたんだから、私は多分遅れるなと思ってましたよね。いやいやいや、まあ、これはやっぱりね、一番のやっぱり、不作為としてはね、まあ、お見事っていうことになるのかどうかわからないけど、問題ですね。はっきり言って大問題。まあ、スピード感っていうのは今回ないっていうのはみんな言ってますから。その意味では問題だと思うんですよ。ね、海外はね、これから始まってね、これを繰り返すと、そのうち銀行口座をここにリンクするんです。年金定期便の住所にリンクして、はいはい、そうするとね、もう政府の方から見ると、振込口座わかるんですよ。だからね、アメリカなんかね、そのデータを使ってね、もう全然関係なく、最初に振り込んじゃう。はい。だからもう最初に振り込んじゃうと、要するにこの政府小切手を送る手間もなくなると。もうだから口座が分かってるから。初めからもう。振り込んじゃう、最初。海外は大体今そっちになってますよ。要するに、10年ちょっと前はこういうのやり方多かったんだけど、今はね、銀行口座とリンクされてるから、いきなり振り込んじゃう。なるほどね。そうするとね、もう遅いの何もないんですよ。あ、入ってたってだけど。どうですか、このスピード感。スピードが大事ですからね、今スピードの時代ですから。非常にこれはね、まあ、猛省を促さなければいけないことだと思ってます。いやこんなやり方があるのにね、これもすらやらなくて、って本当に私もね、いや、これわざと遅くしてんだなって、そんな感じしましたよ。そうですね。はい。それもう一点、今度はですね、持続化給付金、まあ、いわゆるその、電通がどうだとかですね、なんか第三者が入ってるか入んないとか、この持続化給付金に関して、そしてまあ、よく批判をされているのが GoTo キャンペーンなんですが、これに関しても先生の見方っていうのを教えてもらえますか？私元役人だったから、実はね、この手の話をするときに、行政の手足がないっていうことは何回も感じてた。
要するに手足がない。手足がない。やる人がいない。職員もいない。どうやっていいかわかんないって。まずね。それだから、手足がないっていうのは、やっぱり政治家の人も考えた方がいいんですよ。だって、ここだって、議員会館だって、秘書がいないと、で、やりようはないでしょ。うん、そういうの、こういう業務の時、手足がないんですよ。うん、要するに、新しいセクションとかで、人を集めてくることもできないし、いないんですよね。うん、そうするときによくあるパターンは、実はね、これ、行政委託型公益法人っていうのがあるんです。行政委託型公益法人。行政委託型。委託型。公益法人。公益法人ね。こちら。あ、公益。え？あ、ここの公益。あ、公益や、公益な。公益法人ね。これです。はい。こういう名前ですね。そういうのを、行政委託型公益法人。よくね、行政やってると出てくるんです。ね、なんか新しい業務やるときに、ちょっともう手足がないなって。そうすると、いわゆる外郭団体ですよ、うん。それを使って行政を委託する。だから行政委託するから実はスキームとかやり方も全部役人が考えるんです。はっきり言うと行政委託型公営気持ちの定款も全部作るんです。役人が。役人が全部作るんですよ。だって行政なんか分かんないじゃん。民間でやるようがないじゃん。うん、このね、持続化給付金の方がなんちゃらサービス協議会ってあるんでしょ、うんうんうん。あれはまさしくそれです。だからあれは経産省が全部役人が作ったやつです。じゃあ実態があるとかないとかってあるはずがないんだ。あるから、最初からないんだから。それだから作ったんだ。行政委託型だから、民間に来ても分かんないし、行政なんだから。うんうん、でも、経産省が先にバーってドラフト作るんですよ。うんうん、で、その時に、実はね、手数料も、委託手数料も全部決めます。うんうん、だから、このパターンはね、はっきり言うとよくあるパターンなんです。うんうん、でね、ここを見るときのポイントはね、その委託手数料の金額がどうのこうのっていうのは、はっきり言うと過去の前例から見るから、会計検査院をチェックしているなら、結構無難な数字に抑えておくんですよ。ポイントはね、天下りがあるかどうか、あとね、接待を受けてるかどうかなんです。これですな、うん、これですね、天下りと接待です。この2つがないとですね、はい、あとせいぜい指摘しても、まあ、つまんない、パンチのない話しか出てこないんですよ。今回はこれ、これね、天下りはないですね。あれはなぜかっていうと、この持続化給付金の場合はね、うん、これはもう次元的だから、天下りするようになる人。そこで人がいない。メリットがないってことね。いや、だから、それであとこれは、トランスコスモスって会社、これシステム会社なんですけど、広告はほとんど受けるんですよね。うん、それであと、エージェントの電通と、パソナは人出しだけね。人出しのため。それに3社だから、行政委託型に公益法人を経産省の人が作ったっていうのすぐわかります。うん、だから、それで、天下りもないと、次接待があるかどうかなんだよ。うん、大した手数料じゃないから、電通をそこまで接待してないってレベルですよ、あれは。あ、儲からない。儲かんないもん。それほどは。かなり大きな額に我々見える。全然、あんなの委託手数料見たときに結構標準的なパターンで、大してもわかんないです。だから委託手数料何十億円中抜きしたって全部調べると全部経費になっちゃうと思いますよ。だ役人が作ってるからね、これ、はっきり言うとスキームとして。まあ、これは対して計算書ですな。そうそう。で、これはだから接待を受けてない限りなかなか問題が出てこないってパターンなんですよ。で、そういう、こういう観点があったら実ははるかに問題があると思うのは、金額大きい GoTo キャンペーンの方ですよ。こっちね。これ1兆5、6千円受けてあれでしょ。これで確か2割だから3000億円ぐらいは手数料で委託手数料でいくんですよ。3000億円。大体2割って、あれあるわけ。委託手数料って2割以下だとほとんど文句が出ないんですよ。でも問題が出にくい。あ、2割以下だと問題が出にくい。うん、だから、そうするとこれギリギリ2割ぐらいなんだけど、うん、結構頑張って委託手数料やってるなって私なんか思うパターン、うん。それでね、こんだけ金額が多少大きいとですね、接待、天下りで GoTo キャンペーンの場合は、参加の、団体が多いんですよ。サービス業とかイベントとか、うん、観光業とかたくさんあるから、うん。そうするとですね、必ずどっかに天下りは多分いますよ、うん。そうするとそこにお金がいってるのかって責められるんですよね。うん、だこっちの方が結構危ないんですよ。うん、役人だから募集をやめたとかやめないとかってのはありますよ、ね。この募集やめちゃって、多分今ね、チェックしてて天下りいないか、接待受けてるやついないかって全部チェックしてますよ、政府は。今。多分。で、それがいたらもうちょっとこう。いたらそれ外して、次再開すると。なるほど。残念ながらこっちを先にやってたら結構大きなのが出たと思うけど、こっちを先に取り上げちゃったですね、文春さんも。残念でしたね。野党側とかね、うん、残念でした。こっちの方が。こっちの方が出やすい。出やすい。うん。天下りも多分あんだけ関係業界いると必ずどっかにいそうですね。なるほどね。まあ。それと接待も、これ、国交省役人だから結構緩いから、受けてる可能性高い。一番問題なのはやっぱりこういう時に火事場泥棒的にね、その金をこう、まあ、悪意を持ってっていうかな、なんかこう、自分の方の懐に入れてしまうっていうのはね、まあ、
今おっしゃったように2割ぐらいが社会的通念であるというのは、それはそれを理解するが、やっぱりそれ以外の要素がこう入ってくるとね。だからそれ以外の要素の時に天下りと接待っていうのはものすごく、実は役人の方からしてみると責められたらものすごく困るんですよ。でこれはあるかもしれない。これはね、多分あの持続化給付金の方は多分ないってのはすごい。ただこれはもう、しかし逆に言えば全部チェックして天下りがいるところ外していけば、多分外していけば問題、まあ、それ以上に国会閉じちゃいましたから、国会閉じちゃったからそういう追及自体がね、しづらいですよね。これ順番逆だから、これね、今ね政府の方が中で精査してる段階で、次に出てきた時にはすごくなんか綺麗な、綺麗な、これなくなって、なくなって、なくなってこれが消えて、そうそう、でね、まあ、攻めようがないっていう話になってくると、うん、ね、残念ね、こっちを先にやればね、多分出てきたと思うんですけどね、というのは私の直感ですね。まあ、こういう先言ったもの、10万円の支給も含めてですね、やっぱりこう、もっと切実にですね、庶民の生活を守るということを考えたときには、やっぱり、こういうね、やり方を含めて、こういうやり方を含めてやるべきだし、やっぱりちょっとね、決定的な問題はないようにしながらも、ちょっと庶民感覚からはずれたね、ものがあるんだなっていう感じがしてて、まあ、高橋先生の場合は財務省にずっといたから、こういうの全部、こういうのもこういうの全部理解してるんですから、それをですね、ぜひまた、いろいろとご指摘いただきながら、まあ、国会は、我々はですね、国会はですね、終わるべきじゃないと。第2波も来ると。第2波も来る状況が明らかな中で、やっぱりこれは常に臨機応変に、その議論ができるようにしなければいけないし、また国民の不満を、やっぱりその国会で明確にですね、我々は解消するための努力をしていかなければいけないと思っているわけですが、大変残念です。国会が閉じました。まあ、そうした中でこういったことを含めてですね、さらに、その様々な手法を通じて、私も訴えていくし、次の臨時国会でもですね、最初から材料を揃えておいて、政府に対して大いにですね、正していきたいと、こんな風に思っています。今日は高橋先生、大変ありがとうございました。どうもありがとうございました。